どうも皆さんこんにちは、お忙しい中習志野市の定例記者会見にお越しいただきましてありがとうございます。ただいまから平成25年11月の定例記者会見を始めさせていただきます。街の彩りや落ち葉の前に冬の訪れを感じる季節となりました。朝晩の冷え込みと乾燥した空気によりまして、風邪をひきやすい時期となっております。手洗いやうがい等を行い、くれぐれも健康管理にお気をつけいただきたいというふうに思います。さて、去る10月12日および11月3日に平成25年秋の叙勲の受章者が発表されました。叙勲はさまざまな分野で国や公共に対し特別な功績を挙げた方々に贈られる大変栄誉ある表彰です。今回は本市にお住まいの方および本市にゆかりの深い方など合わせて12名が受章されました。皆様のご功績に心より敬意を表しお祝い申し上げます。今回の記者会見が年内最後の開催となりますので、ここで簡単に1年を振り返ってみます。1月には本市赤根浜に活動拠点を置くアメリカンフットボールチームオービックシーガルズがライスボール社会人学生日本一決定戦で社会人史上初の3年連続日本一に輝きました。本市といたしましてもその功績をたたえ市民栄誉賞を授与したところでございます。2月には八津地区の一部の住居表示が奏の森に変更となりまして、4月には JR 津田沼駅南口地域の新たな顔として町開きが行われました。また同じ4月には通称健康な街づくり条例を施行し、健康な街習志野の実現を目指してさまざまな取り組みを行っております。6月にはラムサール条約登録20周年を迎えた八津干潟で八津干潟の日イベントを開催いたしました。続いて7月11日付で西村徹副市長が着任いたしました。8月には 8.24 愛で包もう八津干潟と題しまして、メッセージ入りの黄色いハンカチーフで 3.5 キロの八津干潟の周囲を囲みました。また今年度は参議院選挙の関係で8月に開催された第20回記念の習志野キラッと2013は市内外の多くの皆様にご参加いただき盛大に執り行うことができました。9月はこれまでにない実践的な市内一斉の総合防災訓練を開催し、例年の実績約1000名だったんですけども、それをはるかに超える約4000名の方にご参加いただきました。自助共助におけるさまざまな課題が見えてきたのも成果でもあります。そして幹線道路であります東関東自動車道八津船橋インターチェンジが開通したのが9月20日でございます。そして11月には市内公共交通空白不便地域の解消に向けまして、東習志野三尾地域におきまして地域公共交通の実証運行がスタートし、現在利用されております。さまざまな出来事がありましたが、詳しくは習志野市重大ニュースとして改めてお知らせをする予定でございます。いよいよ平成26年迎える年にあたりましては、市政施行60周年でございます。昭和29年8月1日に誕生した本市にとって節目の年となります。さらなる発展を目指し、実行委員会を中心にさまざまな記念事業に取り組んでまいりますので、ぜひご期待ください。また市民の皆様におかれましても、何卒ご理解ご協力賜り、記念の1年を大いに盛り上げていただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは内容に入らせていただきます。まずはじめに平成25年習志野市議会第4回定例会12月議会のお知らせでございます。この議会は11月25日月曜日から12月20日金曜日まで26日間の会期で開催されます。提出議案といたしましては、市内公共施設等の老朽化に伴い今後の公共施設等の改築改修などの再生整備にかかる経費の財源とするために制定いたします公共施設等再生整備基金条例など新規制定条例として2件をはじめといたしまして、一部改正条例9件、
財産の処分に関する議案が1件、その他指定管理者の指定など計21件の議案を上程いたします。なおこの間一般質問を12月3日火曜日から6日金曜日並びに9日月曜日及び10日火曜日に予定をしております。日程についての詳細は議会事務局議事課までお問い合わせください。なおこの市議会の映像は市のホームページからの生放送および録画放送の両方がご覧いただけます。また JCN 船橋習志野のコミュニティチャンネルでも録画放送をご覧いただけます。詳しくは JCN 船橋習志野のホームページをご覧ください。続きましてこれまでさまざまな場面さまざまな手法によりまして市民の皆様にお知らせしてまいりました市内公共施設の老朽化対策としての公共施設再生計画の策定につきまして今後取りまとめの時期に入ってまいりますのでこれからの作業スケジュールを中心にご説明いたします。習志野市は平成20年度に公共施設マネジメント白書を公表して以来これまで全国の自治体に先駆けていち早く取り組んでまいりました。この公共施設の老朽化問題はその後平成24年12月に多数の死傷者を出した高速道路におけるトンネルの天井板崩落事故以降その重要性が全国的に認識され全国の自治体におきまして取り組みが始まりつつあるところであります。今や習志野市はこの問題に取り組む先進自治体として全国的にも認知され各地からの講演依頼とともに毎週のように視察を受け入れております。その本市におきましていよいよ今年度末までに公共施設の老朽化対策をまとめた公共施設再生計画を完成させる段階に入ってまいります。改めて申し上げますと本市の公共施設再生計画とは老朽化が進む市内公共施設について平成26年度から平成50年度までの25年間にどの時期にどの施設の大規模改修や改築等を実施していくのかということを人口推計並びに財政予測に基づきまして施設の再編再配置を含めた整備事業を示す計画のことであります。また将来の本市のまちづくりにも非常に大きな影響を与える計画であることから来年度平成26年度からスタートいたします次期基本構想基本計画にも重点プロジェクトとして位置づけております。今後の計画策定に向けたスケジュールでございますけれども先ほどの議案の説明にもありましたが今後の改修改築等の財源を私たちの世代から確保していく観点から習志野市公共施設等再生整備基金を新たに設置してまいります。またこれまでの取り組みを踏まえた市民アンケートを18歳以上の無作為抽出した市民約3000人を対象に実施いたします。年明けの1月下旬には計画策定前の最後の市民意見交換会としてシンポジウムの開催を予定しております。その後2月にはパブリックコメントを実施いたします。このような取り組みを経た上で年度末には公共施設再生計画を決定したいと考えております。この計画では社会経済状況により柔軟に計画を見直すことを想定しておりますが25年間と大変長きにわたる計画でありますことからその実効性を確実にするために今後公共施設再生に係る基本条例の制定も視野に入れて取り組みを進めていく予定であります。このような取り組みについても常に全国に先駆けたものと自負しております。なお現在公共施設再生計画を進めていく上でそのモデル事業といたしまして計画に先行して京成大久保駅を中心に半径1キロ圏内に点在する老朽化した障害学習施設を駅南口にあります中央公園と一体となった大久保地区エリアに機能を集約し施設全体の価値を高めていく再編再生計画を進めております。7月に開催いたしました1回目に続きまして1月下旬に予定しております第2回の説明会意見交換会では前回以上に若い世代の方をはじめより多くの世代の方々に会場にお越しいただけるような工夫をしたいと考えております。開催にかかる日程、時間等につきましては決定次第お知らせいたします。詳細につきましては資産管理課までお問い合わせください。
続いて11月25日月曜日10時から東京ドームにおきまして日本消防協会全国消防庁会主催の消防団120年自治体消防65周年記念大会が開催されます。第1部で式典表彰が行われた後第2部では本市の消防団員25名が明治時代のものを復元作成した雲流水という手押しポンプですね、そして昭和初期に使用されていた腕用ポンプがこちらですの2台を使いました放水演技に出演いたします。さらに記念大会のクライマックスでは全国を代表した消防団員3名と消防職員2名の5名が、ここで、消防未来宣言を行うことになっているんですが、実はそのうちの消防職員の1人が本市の女性消防士が行うこととなっております。このことは習志野市といたしましても大変誇らしく名誉なことであると思っております。これから年末年始にかけて市内各地域におきまして消防団員消防職員を中心とした年末年始消防特別警戒も始まります。特に日頃から市民の皆様の安心安全を守るために積極的に消防救急活動に取り組んでいる消防団をお見かけの際には温かいお言葉をかけていただければ幸いでございます。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。最後になりますが、年が明けまして平成26年1月8日水曜日午前11時30分から習志野商工会議所、習志野市社会福祉協議会および本市の3団体で組織する習志野市菓子交換会実行委員会主催の市政施行60周年新春菓子交換会を習志野文化ホール、ホワイエにて、開催いたします。本市は平成26年に市政施行60周年を迎えます。この記念すべき来年を迎えるにあたりまして本市に集う各界各層の人々の出会いと交流の場を演出し人と人とのネットワークを促進することにより市政並びに地域経済福祉活動のさらなる発展に資することを目的に開催しているものであります。この新春菓子交換会では立食形式にはなりますが食事飲み物をお召し上がりいただきながらご歓談される中習志野シンフォニックブラスによる演奏本市ゆかりのスポーツ関係者などによる福引き抽選会なども行いますので市民の皆様もご友人をお誘いの上ご自由に参加していただければと思います。ご来場の際には公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。なお会費がかかりましてお一人4000円となります。当日会場受付にて申し受けいたします。詳細につきましては総務部総務課までお問い合わせください。以上私からの説明とさせていただきます。